見せるか。深夜帳の回収。まあこれが事実か事実じゃないかね。じゃあまあやってあげる。ゃなし。毎月の集金、過去詐欺、手口。大原誠二の財布の中身具合。えー、っと、常に15万か20万あり。2018年調べね。で、月末から翌月の10日。 ま、二つに分岐するんだけども、携帯代払えないキャンペーンを開始する。リスナーが奢ってくれる。えー、リスナーが携帯代を出す。で、まだ足りてないと言って、リスナーに出させる。常にある現金プラスアルファとして財布に入る。この時のポイントが悲劇のヒロインを演じるっていうのがポイントになってんだね。この枠組みは。で、そこからプラス、プラスアルファで得た金額は、えー、自称凍結された銀行、かっこ港銀行に貯金。<laughs> で、からの、えっ、ー、と、生活費が足りないキャンペーンを開始。通称、携帯代払ったからお金ない。が開始されて、えっ、ー、と、夢のため、食って寝るだけの支援金が手に入る。違法路上販売の収入。えー、現金書き留めが届く10万円から。からの国民健康保険が払えないキャンペーン。さっき言ったやつだね。で、それで常に15万から20万ぐらいは財布の中にしっかり入ってるっていう状態を保つっていう。 いらねえよこの情報いらねえわこの情報なこれをずっとループする今でも現金書き止めでお金欲しがってんのか今も同じことやってんのすごいねなかなか常にそれをやるっていうのがすごいよねうん